中国を訪問しししているトトヨタ自動車ののの会会長ら、らップらが中中国国政府の要人と会談しました。中国側は尖閣諸島をめぐり対立する日中関係の改善に前向きな姿勢を示しましたお会いしている中ではです、ね、あの感じたのはあの日本側も中国側もともに両国経済関係の正常化というのは望んでいらっしゃるなと日本も望んでいるけど中国側もそうだなと。 トヨタ自動車の張会長ら日中経済協会の代表団は22日北京で李元朝国家副主席らと会談しました協会によりますと李副主席は尖閣諸島をめぐる日中の対立について双方に不利益があり共倒れだと指摘しましたその上で話し合いで解決する道があるはずとし関係改善に前向きな姿勢を示しました